では続きやっていきます。飛空艇に行けばいいんだか、いいんだったかな。帝国は、風魔壁へ向かったぞ。何かの像を見つけたとか、もしや。ガストラとケフカですね。馬鹿な幻獣どもめ、自ら風魔壁を開いてくれるとは。この扉の先に三頭身が、それさえ手に入れば、わしの弓は完全なものとなる。ガストラ皇帝の和平の階段は何だったんだろうかって感じですけどね。早く来い。ガストラ皇帝もなんかケフカを従えてますけど、ケフカは、信用してるのかな？正直信用できないと思うんですけど、どうしたのティナ。島が、大地が叫ぶ声を上げている。ここはどこの村だ？そもそもこれ村で合ってんのかな？これなんだ？これ馬大陸？マタイ陸ですね。これは覚えがある。確かここでね、ガストラ皇帝がケフカに裏切られてやられてしまえてなかったかな。これが三頭身の力か。この力、そして魔石の力、世界は、我がものじゃ。ケフカ笑ってるよ。魔道の始まり、三頭身、あれが石化し三人が向かい合い、力を中和することで、自らを封じたと言われておる。三体の石像の視線が、逸らされたとき、バランスが崩れ、その力は世界を滅ぼす。これでマタイ陸に向かうのか。確かマタイ陸に戻ったらもう戻れなかったと思うので、ちょっと、発信するで。はい。もう多分マタイ陸に向かうことになると思うので、ちょっとね、レベル上げとかしたいので、ちょっとこの辺りでカットしようかなと思います。では、マタイ陸に行こうとしますか。マタイ陸に乗り込むぞ。三人は上に残るんだ。あとのメンバーは中へ。三人か。魔法が強いんで、とりあえず、この三人でいいかなと思う。この BGM もいいですよね。てか基本的に BGM 全ていい。これどうすんの。インペリアルホースだ。はい。後ろに回った。向かうつ。ハサミ撃ちだ。多分これは電気が効くと思うんで、サンダラをこう撃つかな。
サンダーでいいかな。あ、間違えた。ティナに打ってしまった。サンダーで倒せるんじゃないかな。待って、レーベル上がりそうかな、これ。フェリス、ゾーンなしいかにしとこう。確か、フェリスが一番最初にレベル上がるん。うん。なんか、あ、黄色いのが飛んでる。うん、ハサミ撃ちはこれ仕方ないのか。プロペラ痛いな。あんまり効かないな。イルムはヒールロッドなので回復できますね。まだあるかな、まだあるかな。まだありそうですね。何千ぐらいあったか記憶にない。またハサミ撃ちですよね。絶対レード。地域一つないよね。あー、痛いな。サンダラ。あ、フェリスもサンダラ覚えてるな。これでレベルが上がりましたね。いや、魔力ね、本当に上げておいて、正解だな、これ。リルムか。まだ大丈夫だから。何がいいかな。カーバンクルとかでいい。セラフィム、あ、セラフィムですよ。レイズとか覚えるし。ちょっと待って、もうメニュー開き直しが多くて申し訳ない。キリンは、リジェネ多分使わないからな。ラムーにしよっか。リルムに攻撃魔法が欲しい。これは1対1か。絶対レイドが痛いんじゃなかったかな。あ、結構 HP やばいな。いや、ティナとセリスの、セリスもね、魔力割と高いはずなんですが、威力が全然違うな。どれくらい前方から変なやつが。ちょっと待って、多分ボスでしょ。いや、ここはリルム回復、あ、覚えてるか。こうでいいか。
ボスは、下降りれる？降りれないか。前方。多分、ボス戦じゃないかな。違うか。絶対レード、それ痛いんですよ。サンダーラ。サンダーラ。今更ですけど、ロック連れてきた方が良かったかな。あ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。変なやつ、本当に変なやつだ。あれ、チュポーンじゃないかな。鼻息をしてくる、チュポーン。どこに来る？サンダラを。これはティナだな。経験値まだ大丈夫かな。そろそろかな。一応、ゾーナシーカーにしよっか。魔力上げたい。多分大丈夫だと思うんですけど。何千くらいのかな？オルトロスだ。ちょっと待って、オルトロスか。でもこのまま戦うしかないな。待った。マッタが多すぎる。アクセサリーで、フィリスなんかやったっけ？なんもないな。エルメスの靴と、リボン誰か持ってないっけ？これでいいか。リルムは何やったっけ？片身の指輪ってなんだっけ？元から装備したけど。片身の指輪。福島方から見守ってくれるか。福島風。マフィオって。とりあえずこれでいいかな。アイテムで、エーテル、もったいないか。しもし。ボス戦のテーマかな？ボス戦のテーマですね。オルトロス。これが最後のバトル。ほんとほんと。ほんとだっけ？ファイル覚えてないのか。スローとか聞くかな。
ライブラ。ティナはファイラでいいかな。見破れない。サンダーブレードだから、フレームターンかな。オン大先生。んがー、ジュポンって鼻息のイメージしかないから、あ、強いな。オルトロス。ジュポン大先生は無口だけど、ものすごく強いのだ。鼻息しか記憶いないけど。強っ。あ、回復すんの？ライブラーに破れなさそうだな。ということはブリザラ効くんじゃないの？に破れない。サンダラもやってみるか。魔法効かないとかあるかな。あ、かなり効くな。ブリザラにしよう。キャールで、あ、というか、リルムは攻撃でよかったな。ヒールロットなので。フレームターンが回復だっけ？アナイキー。倒したか。結構長かったな。で、落ちて、また戦闘？またボス戦か。お、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 お。これはサンダラ引くでしょう。マドレーザー痛いんだけど。待って、ミサイルって、ね、やばくない？これ1体に集中した方がいいかな。あ、倒したかな。ミサイルは痛いんだよ。フレームターンから、3、あれ、ビット放置、ビット魔法を吸収する。カウント6。ちょっと待って、ビットってどこにある？あ、それか。あれ、サンダー、あれ、サンダーブレード誰か持ってなかったっけ？いや、ん？もしかして、本体には効く？あ、そっちに行くのか。魔法吸収ってことは、ルーンブレードやるか。全然効かないな。ちょっと待って、魔法吸収、まずいな。アルテマウェポン使う？効くかな？ああ、効きましたね。で、サンダラ。カウント3、ちょっと待って、カウントやばくないですか？あ、倒した、倒した。サンダラが有能すぎる。多分弱点プラス魔力高いので、
プリンセスリング。プリンセス、姫様のリング。なんか良さそう。プリンセスリングなんてアイテムあったかな？ああ、ここまた竜ですね。シャドウがいる。この先にガストラとケフカ、そして三頭身がいる。プリンセスリングの効果を見たいので、整頓で、多分アクセサリーでしょ？プリンセス、プリンセス、どこにいる？あれ？なくない？あった。瀕死時にプロテストシェルが自動でかかるか。でも瀕死時にかかったとしてもね。そっか、リルムは、そうそう、レベルが上がるから。で、シャドウがいますね。帝国名、必要なくなったらあっさりと殺しにかかってきた。てっきり死んだものだと。うん、インターセプターは大丈夫、元気にしてるよ。あ、どこにいるの、インターセプター。最高。俺に構うな。放っておけない。で、シャドウが仲間になりましたと。で、最強装備で。で、現状何がいいかな。とりあえず回復させたいから犬コーンでいいか。ステータス。うん。とりあえずセーブしよう。どうしようかな。ダンジョン、ダンジョンですけど、道中の敵とか多分、興味ある方はいると思うので、まあ途中、ドラゴン。あー、これ盗みたいなー。ちょっとライブラで弱点とか、なんだろう。ドラゴンでしょ？霊気効きそうだけどなぁ。さっきでもサンダラ世話になったからサンダラ使おうか。で、手裏剣。サンダラ普通に効きましたよね。うん、倒した倒した。経験値多いな。700か。700ってことを考えたら、あ、まあ大丈夫か。リズムは、ラムでいいかな。うん。あ、テント使ったっけ？あー、テント使おうか。あ、ちょっと。なるべく雑魚戦を避けたいので、あ、装備してるなり。ここで、テント。多分しばらく戦闘したら、カットしようかと思ってます。さっきまでの、連戦で結構時間経っちゃってるんで、で進みましょう。多分これ、この辺、うん。ここ調べられる？なんもないか。あれなんだ、青いの。宝物だっけ？プラチナドラゴン、強そう。後ろ向いてるやつだからこっちか。うん、若干攻撃の威力が。イルムは自分を回復。ブリザラやるか。
ちなみに手裏剣に関しては、すでにプレイしたことがあるので、シャドウが仲間になるのは知っていたので。強いな、強いなっていうか、あ、間違えた、それはダメだ。あげるか、手裏剣たくさん買ってきたんで。結構痛いな。経験値を見ないといけないけど大丈夫か。で、これ調べられる？ムラサメ。ムラサメは、あれか。ここ調べられる。これ何？ワープかな？ベヒーモス。ベヒーモスってやばくない？ベヒーモスなんだ？殴り倒す。痛すぎない？サンダラの方が効くのかな？殴り倒すが痛い。あ、まあ大丈夫だね。なんもないか。結構敵出てくるな。おーっと、新しいの出てきたな。何が効くかな。炎が効きそう。持ってねえや。雷でいいか。投げる。左下のやつがちょっと怖いんで。ライフシェーバーはまずくない。ね、それ。ストップか。一回経験値をちょっと、もう忘れちゃうんで、大丈夫かな。なんか魔法で攻めないとなんかダメージを与えれないな、これ。こっち？あれ何？あ、なるほど。エンカウント率高いな。ちょっとどうしようかな。カットするかな。ドラゴンか。逃げられるこれ。眠り玉とか持ったっけ。眠り玉は持ってないな。逃げ。よし。
ちょっと長くなりそうなので、カットしようかな。